はいどうも、はじめまして、バンプです。ワイプ序盤、皆さんいかがでしょうか？順調に進んでますでしょうか？っていうことで、今回序盤のタスク、このね、サレワをね、インレイド付きで3つ持って帰れっちゅうタスクなんですけども、これね、サレワがよく落ちてる場所だったり、穴場スポットっていうのをね、紹介できたらなと思います。それプラスで、イスクラとかね、はじめの緑のレーションっていうのがあります。これ3つね、届けるんですけど、これもね、ついでに落ちてる場所紹介できたらなと思います。それではね、パパッとやっていきたいと思います。その前に高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではやっていきましょう。はい、ってことでウッズというマップの方にやってまいりました。まずね、一つ目の場所紹介はね、もうこう無難なんですけど、ユーセックキャンプって言われるとこですね。まあ左目の方にマップの方書いていきます。ユーセックキャンプ、まあウッズね、最初わかりにくいんですけど、まあ焦るところがね、もう決まってるんで、わかりにくいけど、覚えやすいところですね。もう通る場所をね、統一してしまえばわかりやすい。あとね、ここに貴重品分けあります。で、プラスアルファでね、見ていきましょう。どういう感じか、プラスアルファで見ていきましょう。よくわかんない。なんか俺頭先打ったから、もうおかしいわ。で、ここにも貴重品分けありますね。はい。見ておきましょう。まあ、ところどころね、美味しい場所結構ありますんですけど、今回ね、サレバーがメインで、ちょっと紹介するんで。あ、一応ね、イスクラもついでにね、紹介するんですけど、イスクラの方もね、さっきのあそこの方に分けます。で、ここね、医療枠の、メディカルのクレートなんで、しかもこの中を見ましょう。この中にサレバー入ってることもね、ありますんで。で、まあ、2マスがなかったらもう見なくてもいいかな。まあ、でも序盤はね、医療結構重要なんで、まあ、アタッチメントちらほらあったり、で、ここね、トルーパーっていうアーマーがね、この辺に地が湧きしてたりします。ね、ここテクニカル。これは意味ないか。まあ、ガンクレートがこの辺いっぱいあって、アタッチメントもあって。で、ここだね、テントの横側。はい。ここがね、医療キャンプの一番美味しいところですね。ここ、レドックスっていう一番ね、医療系統で高い。あ、湧いてるわ。湧いてるわ。まあ、こういう感じ。これ、バカ高い。レドックスっていう、まあ、最初100万ぐらいなんだな、見積もって。うん、そんぐらいのあれです。はい、これがよく湧いてます。で、上側に、まあ、最初 CMS とかね、そういうの、止血とか。で、こう、サレワもよく落ちてます。で、下にね、イブプロっていう錠剤かな。下の方にもね、レドックスの脇あります。しっかり、持ってきましょう。まあ、こんな感じかな。で、ここね、最初にあっちの方に PMC 脇あるんで、序盤ここら辺で分けなかったら取られてることが多いかもしれません。そこだけ、頭に入れといてください。それではね、次の場所へ向かいます。はい、ってことで、医療キャンプの方にやってまいりました。ここね、マップで言うと、伐採がこっちにあって、まあ、湖の横って覚えたら分かりやすいかな。はい。ここもかなりね、激戦区な場所になっていて、プレイヤーのね、出入りが多い場所になっています。はい、ここをね、1レイドに1個ぐらいは落ちてんじゃないかなっていうペースで医療脇落ちてます。はい、入ってここ。棚の上にね、全体的に医療脇あります。で、このコンテナも漁れます。で、ここのコンテナに関しては、食料脇。で、ここがメディカル。で、ここもメディカルかな。うん、メディカルになってます。で、メディカルの中にも結構、それは入ってること多いんで、しっかり見ましょう。ここ二つだけね、メディカルです。で、このね、机の上だったり、椅子の上とかにも落ちてます。この銀の棚のね、上とかにも落ちてますんで、しっかり見ておきましょう。こっちもね、同様で、こっちの方に落ちてます。あ、あったね、サレバ。こんな感じで、サレバ。結構ね、落ちること多いんで、しっかり見ましょう。ここが結構多いね、巻き率。で、こっちの後ろのね、棚の方にもね、ありますんで、しっかり見ておきましょう。でね、ここ、ここどこだったかな？登れんのかーい。すごい、ハンマーが落ちる。で、ここは一応工具脇なんで、まあ、欲しい人は。で、イスクラもね、この辺よくね、食料脇ありますので、しっかり見ましょう。まあ、このね、机の上だったりもあります。
ここなんだ、ここレーションだから、この中にミスクラールとかある。で、このコンテナ入って、はい、ここ、医療脇一応奥にあります。ここもしっかり見てください。医療キャンプやっぱうまいね。でもその分、やっぱ PMC 寄ってくる。だから接敵率かなり高いね。で、ここは工具脇だね。めちゃくちゃ多いな。これレーションかな。お、んで医療バッグもありますと。かなりいいです。ここメディカルだね。トラックの横、真ん中、一番真ん中にあるとこ、お、サレは出た。サレはバカや。ここメディカルなんで、しっかり見ていきましょう。で、まあ、スポーツバッグここに湧いてるんで。で、これはね、レーションだった気がする。で、これの豆知識なんですけど、砲が漁る時の、これ漁った瞬間、しゃがんで下向くと頭が出ないんで、結構強いです。漁ってる時。漁って下を向く。あと、机の上全体的にね、あの、医療脇なんで、しっかり見ましょう。医療バッグもある。で、食料。ここにスクラ脇あります。おぉ、それはもう、あれ合計でもう集まってくない？ここだけで。とりあえず、ウッズはこんな感じです。で、先ほどの医療キャンプの方からね、ちょっと、山側なんだろう。なんかもうほんま分かりにくいところにいたんですけど、まあ、最初のイエーガーの手紙がある近くの墜落機の周りなんですけど、ここ一応、医療品分けあります。このね、落ちている残骸のところだったりに医療品が落ちることがありますんで、しっかり見るようにしましょう。今回こうジッポとか、はい。この辺とかにね、両脇落ちてるときあります。サレバもね、ポコンと落ちてるときあります。しっかり見ていきましょう。あとはね、食料だったりも、ちらほら落ちてますんで、この飛行機の中とかにも、おぉ、そうそうそう、スキルがすごいあるから、ここら辺にもね、落ちてるときあります。しっかり見ていきましょう。イエガーの手紙のとこだ。はい、ってことでね、ついでにね、ウッズ来たんでね、あの、イスクラが湧いてるとこ、紹介します。ここね、マップの右上の方かな。マップで言うと多分右上の方になります。ここのね、集落。この辺ね、食料系がすごく多くて、序盤、重宝される場所になってます。まあ、こんな感じで入っていただいて、机の上とかにイスクラ脇、普通にここら辺のね、場所とか落ちてますんで、しっかりと見てください。で、まあ、このね、上の、下の方とかにも、貴重品脇だったり、この後ろに玉とかも湧いてます。はい。このベッドの下とかにも貴重品脇あります。まあ、見ていてください。まあ、イスクラこの辺、脇ありますよ、ってことを覚えて、これね、お隣さんも、ありますんで、ちょっと、はい、こんな感じで、ここもね、食料がかなり多い場所になってます。このね、机の上だったり、ここも湧くね。こっちにも、湧きます。イスクラ今回ないけど、まあ、こんな感じで結構、イスクラ、立ってることがあります。うん、この辺にも、ね、結構、バックとかもあるし、うん、ここにも食料湧きある。で、これ 3M がここね、よく湧いてますんで、序盤ね、3M アーマー、白アパカ欲しい人はここに来ると、ここ直湧きしてることが多いです。で、まあ、グレーケースとか。ここは何、弾か、US の弾だ。うん。まあ、あとは、ここにもグレーケース湧きますよ。で、この反対の向かい。まあ、この3軒、どれじゃない、どこにでもね、あの、イスクラは湧きます。はい、この机の上でも湧きますので、しっかり見ておきましょう。はい、ここら辺にも湧きます。で、ここはね、あの、進化気になった場所です。はい、ってことでね、ささっとやってまいりました。ここね、カスタムなんですけど、カスタム一つだけおすすめできる、サレバ脇はね、ここのね、インテリ部屋って場所になってます。まあ、下から入って、この下、台の上だったり、このね、中段だったり、あとね、この周りに全体的にね、ポロポロ落ちてます。はい、そんな感じ。で、ここにもね、あの、ケースがあります。両ケース。はい。一応ね、ここにね、デッドスカブだったり、あとはね、貴重品脇がここにあります。で、ね、ここ食料脇あるときある。しっかり見ていきましょう。イスクラさんね。ね、2階に上がったらね、まあ、インテリ、部屋ってことなんで、インテリって言われるとこで、このね、棚の上とかに、インテリジェンスっていうね、あの、情報、秘密のなんか、高いのが落ちてます。ないね、今回。じゃ床にも落ちることあるんで、しっかり見ていきましょう。はい、そんな感じ。で、ここなんで読めるかというと、2階もね、この辺にもね、医療脇あります。はい、こんな感じ。
で、こっちの棚は医療脇っていうよりはモルヒネ脇です。このね、端っこだったり、こういう机のとこにモルヒネが落ちてることがあります。最初の方にもね、モルヒネ、納品しろっていうのあるんで、しっかり取っていきましょう。オーグメンチン、ここにもある。で、この棚にもね、医療脇かなりの確率で湧いてますんで、しっかり見ていきましょう。はい。で、あともう一つ、ここの部屋。ここにも医療品脇があります。マジでね、ここ序盤、最強だと思う。はい、ここ全体的に、医療品脇です。棚の上がね。はい、ウープロがある。まあ、こんな感じ。はい。カスタムは以上。ということで、SOT にやってまいりました。で、SOT ね、医療脇ちょっと紹介するとこいっぱいあるんで、もうさささささとね、紹介していきます。SOT ね、はい、ここね、一回、はい、もうマップ出しておきます、左上で。まあ、貴重品脇だったりね。で、この奥にね、一応医療脇あります。で、医療バッグありますんで、しっかり見ておきましょう。まあ、そこからね、走っていきます。はい。でね、さっきね、あそこの建物の1階だったんですけど、ここからね、横側、まあ、こっち側が、カバンがいるところね、ボスが湧くとこで、ここの建物、一応ね、医療脇、この辺全体的にありますんで、しっかり見ていきましょう。この後ろだったり。まあ、次行きますって、まあ、さっきすぐそこだったんですけど、さっき紹介した。はい、じゃあ次、この中、紹介していきます。わお。で、まあ、序盤ね、ボスの湧き率低いと思うんで、もうささっとね、入っていってください。ここね、一応医療脇あります。あのね、グレーケース。で、なんかちょっと紹介する。まあね、この、ここら辺めっちゃあるんですけど、まあ、なんかここ いつもみんな大好きな、貴重品脇だね。で、こう左からここね、医療部屋みたいな感じでね、みんな言われてる場所。医療部屋で言ってないかもしれない。俺が初めて今読んだかも。はい、この辺ね、医療品巻きめっちゃありますんで、サレワもね、序盤、手に入れることができると思います。しっかりさせましょう。ここね、で、医療のあれがあったはず。なんでね、医療の直脇と、医療ケースがありますんで、中もね、しっかり見ておきましょう。まあ、美味しいしね、こう、普通に。ほら、医療品巻きめっちゃある。で、ここからね、反対側行きます。まあ、SOT がマジでね、紙マップ何するにしても。やっぱ何でも拾えるから、やっぱ強いよ。まあ、医療品脇、直脇、この辺もありますので、しっかり見てください。さあ、入ってここ。ここね、レドックスもね、湧くという、これね、ここ、椅子だったり、この上全体的にありますんで、しっかり見といてください。はいよ。はい。ということでね、まあ、カバンの場所から今出てきて、あそこから入ったんですけど、ここ出てきて、はい、ここ側。ここ正面。建物の角、新しい薬局だね。まあ、今期、前期か。前期から、追加された新しい薬局です。ここね、医療箱だったり、まあ、ここら辺、医療脇ありますんで、しっかり見ていきましょう。で、中に入っても、まあ、バッグがあるし、棚の上に医療脇が、ありますんで、しっかり見といてください。このね、上にもあります。で、机の上。で、下にもね、医療バッグかな、医療箱かな、なんかありました。以上、こんな感じかな、ここは。はい、来ました。次ね、廃工場の場所ね。廃工場があって、ここね、結構、美味しいんで、あさって。ここのね、木箱が一応ね、メディカル脇になってますんで、通るたんびにここアサルトサレワが出るかもしれません。ガスアナライザーマジ。はい。さっきね、廃工場の方だ。廃工場こっちだね。で、こっから来て、はい、この部屋。一応ね、ここ、横始め点閉じられてるんですけど、一応、ご飯入ることができます。で、ここ医療脇がね、この机の上にあるのと、一応ね、ここの、二つ目の扉。ここに両脇、アイパックだったり、サレバも湧いてることありますので、ここはマジで穴場スポットなんで、ぜひとも見てみてください。SOT 穴場スポット。医療脇です。はい、じゃあ医療脇、やってまいりました。次ね、ここの廃工場の裏で、ここはなんていうの、リラクゼーションキーの場所。どこ、まあ、リスの一つでもある。ここ入っていきます。あ、ちなみにね、このイスクラとかはね、この1階に湧いてることがありますんで、しっかり見ておいてください。この裏とかもね、イスクラとか、湧いてるときありますんで。さあ、2階、上がっていって、2階だったかな。まあ、ここら辺もイスクラあるね。
あ、ミルクが分けたこと、基本的に、ね、スクラを分けます。4階だな、これ。4階でした、両分けは。さあ、4階上がると、ここ一応美味しい場所だから、みんな知ってるとは思うんですが、はい。ミニバッグに、まあ、イスクラ置き。あと、モルヒネとか、医療脇もね、ちらほら落ちてます。で、こっちの方にも医療脇落ちてます。CMS の。美味しい場所。お、マジ穴場なんですよね。で、医療脇が地面に、で、医療バッグ。あと、こう、レア脇もあるんでね、しっかりここも見ておいてください。埋まってることが多いっす。うん。この机の上とか。軍用とかもね、SG とか持ちてくことがあります。はい。次ね、SOT の真ん中の場所にやってまいりました。あそこはね、カバンの場所だね。レクソスになってて、今ね、この真ん中の通りにいるんですけど、まあ、ここにね、ちょっと脇があるんで、そこだけささっと紹介します。で、ここね、医療箱だったり、直脇、この辺、ばらまきで落ちてます。で、ここに関してはね、まあ、PMC で漁るの怖いから、まあ、スカブで漁るって感じだね。で、ここからね、すぐ横近いんで、そのまま紹介します。で、ここの場所に、ほら、まあ、この医療のマーク見たらわかると思うけどね。まあ、こんな感じで、メディカルショップがありますので、うん、アンテカさんね、アンテカさん。アンテカさん入ったら、これ医療バッグでしょ？で、この辺にね、直脇あります。はい、サレワですね。美味しい。で、モルヒネだったり落ちてるし、このね、棚の方にも、落ちてる時があるんで、しっかり見ましょう。んで、このね、裏の方に行くと、一応ね、この棚の上だったり、ここにもある。で、あそこにも湧いてる。で、この辺にもね、医療箱があります。この辺かな。で、この銀の棚のここにもありますし、こっちの PC かな。はいよ、こんな感じか。で、ここね、ケアブリで裏に出れるんですけど、はい。ごめんなさい、ここ、初めの場所繋がってます。ここからね、裏に行って、これ医療バッグ1個あって、ここにもね、医療バッグあります。あれ今回湧いてないの湧いてないです。ここにも医療バッグあります。なんで、まあ、しっかり見ましょう。うん、こんな感じはもう、もういっぱいある。美味しいね。ここ結構穴場なんで、マジでおすすめの場所。はい、じゃあ次やってきました。ここね、SOT のもう上の方かな。なんて言うんだろうね。あ、ここ、あそこの T の前。ああ、左上出してると思う。で、ここね、地下鉄降りるところにあるんですけど、ここね、食料脇ありますんで、しっかり見ていきましょう。裏脇ね。で、この地下来た理由はね、まあ、医療脇っていうよりは、まあ、医療脇だね。基本的にこの辺だったり、この辺。まばらに、イスクラとかそういうムーシャもね、湧きます。落ちてますんで、しっかり見てみましょう。で、階段の上がるところとあります。このままね、上がってから、ついでに紹介します。ベルーガだ、ね。ベルーガ出てこなかった。ベルガの2階行きます。で、1階側、この木がある場所、おしゃれなとこ。はい。このね、机の上、一応医療品脇がね、少しだけありますんで、しっかり見ていきましょう。さあ、はい、上がって、こっち側行くか。はい、ウイスキーある。ウイスキーは。地味に美味しい。で、このね、直脇の場所ね。埋もれてることがよくある、直脇のところです。はい。で、横側に行ったら、で、一番奥だね。一応、レドックスがね、湧くという噂がある場所です。まあ、一応湧くんだけど。まあ、噂っていうかあるんだけど。はい、ここ。ここにもね、一応、医療脇があります。で、奥にね、こうテトリスとか、この辺を。裏ありますんで、しっかり見ていきましょう。はい。じゃあ次。はいね、ラストの場所のね。さっきね、ベルーがあそこなんですけど、これね、本当に左上の方かな。ここまで来てあさりに来る人はいないと思うんですけど、まあ、この辺にもね、遺留品巻き、ちょっとあるんで見ていきましょう。で、ここの上だね。で、ここ、今期からの拡張の場所で、まあ、知ってる人はあさって、ってるって感じかな。こんな場所ね、入れると思わないから、知らない人もいるかもしれません。この上側です。はい、この奥行けます。そう。もうほぼね、マップ外みたいなもんだ。で、ここの、アンテカさんの別店舗。はい。
別店舗、まあ、マジで美味しい。このやつしっかり見ましょう。タレワとか結構落ちること多いです。まあ、ここから見ていただいて、棚のね、直脇。あ、サレはある。で、この上だったり、この棚。そしてこのね、医療バッグ。はい、サレは。あ、今回ちょっとこのサレは湧いてんだっていうぐらい湧いてるけど。まあ、こんな感じで湧きます。で、医療箱。一応ね、真ん中のこの上に医療脇。で、この上にもね、椅子の上にも医療箱が、医療バッグ湧きます。ここにも、医療箱。で、レジの裏入っていただいて、ここに医療バッグ。この辺にもなんかあったかな。で、この下とかはね、工具脇だったんです。以上、こんな感じかな。ここね、アンテカさん、マジでね、強い。SOT ね、地味に落ちてるんで、穴場多いんで、しっかり見ておいてください。以上ね、SOT こんな感じかな。まあ、忘れてるところもあるかもしれませんが、まあ、こんな感じで、俺が今、パッと思い当たるところで穴場スポットを紹介させていただきました。マップ欄になったんですけど、マップで言ったら今この辺にいます。はい、誰も出てると思います。はい、医療品、サレバがよく落ちている場所。ね、一応ここね、医療バッグ湧いてることがあります。で、まあ、グレケースがあって、まあ、医療品がここにね、複数湧きありますんで、しっかり見ておきましょう。ここでね、あの、直湧き拾うこと結構多い気がする。まあ、直湧きしかないのかな。で、医療箱ここら辺落ちて湧いてる時があると思いますんで、この時、しっかり漁ってください。今回全然湧いてないわ。今回運悪かったタイプだな。一応ね、ここも医療品結構落ちてることなんで。ってことで、いかがだったでしょうか。以上ね、サレバの湧き場所だったんですけど、まあこんな感じでね、結構多かったんで、ボリューム満点でしたけど、最後まで見ていただいた方ありがとうございます。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。年内にね、チャンネル登録1万人目指そうと思ってますんで、ぜひともよろしくお願いします。そしたら、また別の動画で会いましょう。じゃあね。絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。